てよな。そんな態度じゃ藪入り温情させてやるわけにもいかんな。え、なんで？マジかよ、ありえなくね。で、どれがその賞金組だ？どれよどれ。たまにあることだが、関所破りをした者に前科のあった場合、凶悪犯の時は関所で死罪を執行せず手配先へ護送しなくてはならない。そのため貼り付け獄門の前にしっかりチェックするのが道理なのだが、しかしこの男はそんなことにはお構いなく、ただ殺すのを楽しんできた。お、ビンゴって、もう殺しちゃったよ。ああ、どうすんだよ、マジヤバいって。教授になんとかごまかさないと。あのだよ、今テンパってんだから後にしろよ。いい手があります。あ、そうか、なるほど。その者たちと連れの娘を連れてこい。聞けばまがい物を持たされ、それを知らずにここまで来たと。それで貼り付け獄門も酷な話だ。そこでお前らを助けてやってもいいが、一つだけ条件がある。この首を今日中に届けるのだ。良いな、この二人は人質だ。日没までに無事に戻ることができたら、お前ら三人藪入りとして見逃してやろう。もし戻れなかったら、この者たちの命はないと思え。分かってるわよね。絶対絶対戻ってきてよ。楽勝楽勝、任せとけって。日が沈むまでによ。で、その山に出る天狗ってな、何でも恐ろしげな異形の民らしい。風のような速さで襲いかかり